ですね。木職に関わるセミナーをしますお祈りします天皇様これからの時を豊かに導きあなたのご意向を表してくださいイエス様の名前によってお祈りいたします雨。聖書を読みます第一テザラン家の4章16-17主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに ご自身天から下ってれますそれからキリストにある死者がまず初めによみがえり次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で死と会うのです。このようにして私たちはいつまでも死と共にいることになります。えー、ここはですね謙虚のことに関して述べているところです。 そ蒸気のポイントというのはですね皆さんに言いましたけれどもラッパそれとですね読みがえですそして聖書的にはですね関難時代の真ん中で第七のラッパの時に蒸気が起こるとこういうふうに考えられますで多くの議論はですね関難時代の前半というふうに考えますが それは具体的な根拠がありません、えー、景況は観難時代の真ん中に起こるとこういうふうに思っていただきたいと思うんですねそれで先日ですねレフトビハインドっていう景況の映画見たんですね見たことのある人いますだいぶいらっしゃいますねそこで見てたらですね観難前景況説に立ってましたねそれとともにですね もう一つ面白かったのはですねえクリスチャン全部が敬虚されるっていう説とクリスチャンから選ばれて敬虚するっていう説が二つあるんですがその映画の中ではですね牧師さんが残ってましたから <laughs> だから選ばれて敬虚されるというそちらの説に立っていたんですねそれで確かにクリスチャン全部が敬虚される っていうふうに考えている方々もいらっしゃるんですがこのクリスチャン全部が敬虚されるっていうこと柄はですね聖書的ではありませんこれはクリスチャン全部ではないのですね例えばマタイの福音書の二十四章に出てきますこれは終わりの時のことに関して述べているんですが二十五章になるとですね十人の乙女、えー 皿に、えー、油を満タンにしてた姉妹とそれから満タンではなくてね油あるんだけど少ないし5人の姉妹の話が出てきます。これれは、ね、の問題だと思われますで油は精霊を表しますからですね要するに精霊に満たされているものが軽挙され満たされていないものが軽挙されないと。 こういうふうに考えられますですからどうぞ皆さんね聖霊に満たされていてください、えー、求めれば聖霊の満たしは起こりますのでですね。ここでミスのないようにしていただきたいとこういうふうに思うんですねそれと共にですねこのことが書いてあったんですねそれは何かというと賜物が与えられて帰ってくる前に賜物を通して 何か神様のざを成した者たちが敬古されそうでない者が敬古されないというそのことが出ております。ですから私たちもですね一つ重要なポイントがあるのはどういうポイントがあるのかっていうとですね皆さんの賜物を用いてですねイエス様が来られるまで皆さんの使命神における使命を全うしていくかどうかっていうことですね。 これは非常に重要な意味合いがあるとこういうふうに思っていただきたいと思うんですねそれともう一つ出てるのはですねそれは何が出てくるのかというとですねその敬虚の時にもうどうせキリストは帰る前と言ってもうやりたい放題やってるとその場合にですね帰ってきた時にですね罰せられると こういうふうに書いてあるわけですね。それともう一つはですね。このことが書いてあります。何かって言うとですね。えー、っと注意して神様が来ないことを待ち望んでいなさいって書いてあるんですね。で、これは明らかに一つのことを表しています。注意しないと何か問題が起こるということを言ってるわけですね。で、これを見ますとですね。明らかに4つの条件が出てるわけですね。 でこれは敬虚に関することですので,です、ね、この事柄に関してはです、ね、しっかりとした対応を取っておく必要があるとただしこの時に一つ注意しないといけないんですねそれは何かというと旧約時代は立法が中心でしたが新約時代は信仰が中心なんですねですから何かというとですねこれだけ使えこれだけ良い行いをし これれだけ待ちめば軽挙されるとかどういう問題かっていうとですねイエス様が来ないのが近いぞということを信仰的にしっかりと受け取るならば行動に出てくる例えば精霊に満たされようとするあるいはですね自分のたまものを用いてですね神様に仕えようとするそれとともにですねえ清めを求めて 生活における整えをしていくとそれとともにキリストが来られることをですね歴史上を通して見つつ世界を通して見つつそしてですねそれを待っているとそういうふうな事柄に対して信仰的に対応するならば何が起こってくるかというと今言われたような条件がね次々と成就してくるとこういうような形になっていると思われます。それですね えと私たちが信仰を持って再任学の信じそして再任を待ち望むっていう対応がですねで私たちの行動に信仰が表れてきますから出てくると考えるのが一番良いんだろうとこういうふうに思います。えー、ともあれですね、えー、と明らかに、えー、とクリスチャン全部が敬意されるわけではないのでこれははっきりと捉えておいていただきたいとこういうふうに思うんですね。そして、えーと 黙示録の。ところみます。それが出てきます。何が出てくるかというと、フィラデルフィアの教会のところなんですね。そのフィラデルフィアの教会のところで。何が出てくるのかというとですね。えっ、ー、と、黙示録の何章だっけ。三章ぐらいかな。 三章にフラディーフィアの教会が出てきますがここにこう書いたんですね「10、えー、説あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろう」とこう出てるんですねこれは明らかに「試練を耐えきったからそしてこのフラディーフィアの教会は試練の時観難時に守ろう」ってこう書いたんです でこれはですねピラ例えばえっと「すミルナの教会」に関してはこう書いたんですねなんで書いてあるのかというとですねえー、っと「スミるな」ですね2章の6節から8節からありますがこれんていうかというとねこれから「スミルナに関してはですね 10節あなた方は10日の間苦しみを受ける死に至るまで忠実でありなさいそうすれば私はあなたに命の冠を与えようこう言ってですねこれから十日間の試練が来るぞと,と忠実であるならば命の冠を与えようとこう書いたんですねところがですねフィラデルフィアに関してはですね11節3章ですね「私はすぐに来るあなたの冠を誰にもばれないようにあなたの持っているものをしっかりと持っていなさい」。 でもう冠与えられてるつまりスミルナの教会はこれから冠を受けるぞえそしてフィラデルフィアはもう与えられるから捉えるなってこう言ってるわけですね。で明らかにこれはですねえっと要するに冠を受けた者で試練という約束が守りをこの約束された教会とそうでない教会に差があるこれははっきり出てるわけですね。 敬虚に関してはですねえっと私たちがイエス様を信じていてそして再臨を信じ神様が来られるのを信じるという土台の中でいろいろな条件が果たされていくとともにそうでない信仰を持っていない方々に関してはですね敬居されてこないとこういうような形になるということをね覚えておいてください。様あなたののを感謝ししまますすイエス様の名前によってお願いいたします Amen.